ちょっとこう右動かしてみていただいて、はい、どうですか？なんか、はい、こんな柔らかかったんですか？反りが良くなりますよね、動きが、はい、やっぱやってみるとちょっと硬かったんだなとか、なんかすごいスッキリした感じがします。良かったです。気持ちいい、はい。一番身近で一番意識したことなかったかもしれない。あ、マニキュアとかも塗らないですか？あ、塗らない。あ、そう、じゃああんまり見ないかもですねなんか確かに肩とか、はいはいはい、腰とかは、はい、痛くなりやすいので気にかけたことあったんですけど、あんまり手をマッサージしようとか思ったことがなかったので。なるほど、はい、今日から、はい、始めます。そうですね。やってみると、あ、結構気持ちいいとかね、あ、やった方がいいとか分かりますよね。はい。左も打ってるかもしれない。すごい。指がジャリジャリしてますね。言ってますね。さっきやっぱり右最初そうですけど、左もやっぱり最初力がね、肩、はい、上がっちゃいますね。あまりこう人に揉んでもらうとかっていう習慣がないですもんね。多分した方がいいです、うん、自分で多分そういうことはできないので、はい、うんうん、やろうってなると全部頑張ってやるになっちゃうのでこう程よくね、気持ちよくやるっていうのが自分では難しいと思うんで、はい、そうそうそう、絶対自分でやるより今やってもらってたら100倍気持ちいい。そうそうそう、そうですね。どうしても自分では抑えられないところとか、そうなんですね。そうなんですよ、確かに。すっごい気持ちいい。それもそうだし、そうなんですよね。まあリラックスしてね、任せてやることによって効果が高くなるので、うんうんうん。そうですね。程よくね、なんかうまくね、力抜けてやれる方も中にはいるんですけど。やっぱりこう結構必要な方ほど力んじゃっててうまくできないとか、はい、あの感覚がちょっとね、うん、鈍くなっててこの辺が気持ちいいとかあんまりないとかおっしゃるので、わからないかもしれない。多分自分でマッサージしても、うん、ここが凝ってるとか、うん、ここが痛いとか、うん、あんまりわかんないと思います。そうですよね、ピンとこないですよね、はい、どこをやっていいのかとか、はい、どれぐらいがいいかとか、はい、私もう多分まずすぐ手が疲れてきちゃうとかもあると思うんで、ね、やってもらう方がいいですね。加減もわかんないですよね。そうなんですよね。自分でやるのか、どれくらいの強さでやっていいのかとか、結構あとやっぱりこう必要な角度とか圧とか場所とかっていうのにはまってないと、なんか全然ピンとこないというか、なんか結構力入れてるんだけど、効いた感じがしないなとかってなってしまうので疲れちゃうんですよね。そこは特にそういう普段ね疲れてる人は任せてやってる方がいいです、うん、本当に気持ちいいです、はい、この辺とかちょっと痛いような感じですよね。
むしろ左の方が知らず知らずで、うん、例えば手動的に使う右の方が気がつきやすいんですよね、うん、あ今日はちょっと右で使ってたなとか、うんうんうん、左で意外とこう添えてたりとか、うん、そういう使い方なので、手動的じゃないの で、 で、ね、分かりづらい、知らないうちに構わずに疲れが溜まっていくので、うんうん、そうなんですね、うん、この辺とかちょっと痛いかな感じですよね。でも右利きなので、うんうん、右の方が絶対凝ってると思ってます、うんうん、そうですよね、はい、そう思うんですよ。だからそれもあって結構右手は例えばちょっと軽く揉んだり動かしたりしてもこうね振ったりとか、うん、左手は何もしないっていう風になりがちですね。気持ちいいですね。そうです、痛気持ちいいです。ああ、よかったです。おお、効いてます、はい、お肌がしっとりしたりとか、ここですか、はい、目の疲れが取れたりとか、あ目の疲れ、はい、取りたいです、はい、で自分の足でも効果もあるんですか、うん、あります、あります、うん、で自分の足でも効果もあるんですか、うん、あります、あります、うん、自分で押してもこの辺とか結構見つけやすい、うん、あの肘の曲がり目のところで、はい、くぼんでるので、そうで押した時にガーンと来るので、はい、押せたって分かりやすいですね、うん、分かりやすいですね、はい、ちょっと下とか赤くなってますけど、うん、これあのやっぱこう狭いところを針を刺すのと同じじゃないですけど、うんはいまあ、やっぱりこう少し深いところに細かい点で入れていった方が効果があるので、やっぱりこうボワッと押してしまうと、はい、まああまり前で前同じようにやっていますけど、はい、まあやっぱりなんかいまいち来ないですよね、はい、大きく当ててしまうと、まあ、確かにこう跡が残ったりはしないんですけど、はい、やっぱり効果も薄くなってしまうので、少しこうやっぱり絞って押すようにしているので、はい、少し直にやると少し赤さが出たりしますけど、まあ、あの数分で取れてくるので、はい。ちょっとつぼってこう骨際だったり、少し皮膚のね少し下なので、なんとなくこう大きく押してしまうと、まあ、毎日効いた感が。やっぱり弱くなります、うん、絞らない状態で押すよりもやっぱりちょっとグッと入れた方がっていうのがあります、うんはい、だから針って効果はそうです、やっぱり深いところに狭い点でつくの で、ね、指よりもまあそうですね、ただ指で押した方がよりなんかこの表面からいってるので、うん、
ぱ押されてる感があって、針ってあまりにも小さいのであんまり何されてるかわかんない感じがある。でもよく緩むっていうのはあります、うん、それぞれあの、まあ、ちょっと特徴が、うん、それぞれあるので、うん、好みとか効果は、うん、に合わせてって感じですね。でもこの揉まれてる感じがすごい私は好きですね、うんうんうん、あすごい気持ちいいです。よかったです。力が抜けてきましたね、手首もゴリゴリというかミシミシというか若干ありますよね。まあでもねそんなに重い方じゃないです。もっとねバキバキしちゃう人もいるので多分まあそんなにねすごく使ってるわけではないですね。ただやっぱりそれでもあのあんまりこういうことしないと思うんですよね、ぐるっと回すとか。はい、それあと知らないうちにちょこっとずつはいそのまあ固まってくるというか疲れがね溜まったりとかもしてくるので、ですかね。はい、じゃあちょっと拭いておきます。はい、良かったです、はい、少しやっぱり血色っていうかね、指の見た目も少しこう、うん、しっとりされて変わりましたよね。もう少しこの辺の目立ちも、ね、薄くなった感じありますね。うん、血色が良くなると、ねうん、変わりますね。赤みがね差しましたもん、まあはい、実感としてもこうポカポカしてる感じとか、はい、すごい暖かくて、はい、ありますかね。こうちょっとこう反らしたりとかも普段やったりしておくと
やっぱりその辺もこう手の柔らかさとか保ちやすくなるので、うん、そうですね、こうグッパってしてみたりですとか、はいはい、しておくと手の血行が、はいはい、良くなりますので、はい、お試しください。ありがとうございます。ちょっと肩周りをね、はい、いただきましょうか。はい、今やってほしいところありますか。今日肩やってほしいかもしれない。肩やってほしい。あ、分かりました。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you。